キムテリは、韓国の女優、ソウル特別市出身、J. ワイドカンパニー所属。1990年4月24日、ソウルにて一難一情の末っ子として生まれた。テリという名前の、は、キムケヌトルリム茶であり、は、リを意味する。生まれた時に、近所の梨の花が満開だったことから名付けられた。 母は政治に携わってほしいという思いから、という名前を希望したが、父が出生届を提出する途中で、に変更したという。四神女子実業高校卒業後、漠然とアナウンサーを志し、父の母校でもある、景気大学校新聞放送学科に入学。当初は演劇や映画に対する関心はなかったが、大学の演劇サークルがきっかけで、初めて演劇に接する。 大学1年生の時に新入団員を募集する舞台を見て演劇サークルに加入し2年生の時に進路俳優に決めたというサークル活動を行う傍ら独立映画に出演するなどし大学を卒業する頃に大学路の劇団イルに入団した劇団イルで1年間証明や音響などを裏方として活動した後正式な団員に昇格 2012年9月に上演された、で、初舞台を踏んだ。当初、キムテリは主演のカン・エシムのアンダースタディとしてキャスティングされたが、カンの勧めで練習室で1時間の一人芝居の演じ、それを見た、演出家がキムに舞台に立つ機会を与えた。以降、サラン、などの舞台作品に出演し、キャリアを積む。舞台活動と並行していつくかの短編映画にも出演。 2013年には映画《無ンに主演し、ビデオカメラで風景を切り取る口のきけない女子高生無ンを演じた。この映画は2015年のソウル独立映画祭で初公開された後、2017年に正式に公開された。また、2014年に韓国映画アカデミーが制作した。にも出演。では、女子高生一役では、 自身が何者かを知ろうとする女優の照り役では鍵修理業者に家のドアを開けてもらう女性役を演じた。早くとして映画作品に参加する中で映画の楽しさを知ったとキムは語っている。同年、現在の所属事務所 J ・ワイドカンパニーに所属し芸能界入り、ビューティーブランドザ・ボディーショップを始めた数のテレビ CM に出演した。また、 映画のオーディションにも参加するようになり、2014年末には1500倍のオーディションをくぐり抜け、パクチャヌク監督映画、お嬢さんにキャスティングされた。2016年、第25回カマヒ映画祭受賞式でのキムテリ。イギリス小説、ケイの城を原作とする映画、お嬢さんは、パクチャヌク監督の6年ぶりの韓国、映画カムバック作ということもあり。 オーディション開催の発表自体が映画界で大きな話題を集めた。監督のパクは自身が発掘したキムについて彼女はオーディションでも全く緊張せず、しかも同じシーンを他の人とは全く違う解釈で演じていた。オールドボーイの間、ヘジョンに出会った時と似たような感覚がありましたねと語っている。2016年6月に公開されると成人指定映画ながら 韓国国内で観客動員数428万人を記録し、工業的にも成功。キムは詐欺師の伯爵の提案を受け、裕福な霊場の財産を騙し取るために次女に成りすます、主人公の一人、スッキ役を演じた。今作が長編映画デビュー作にもかかわらず、新人らしからぬ堂々とした演技が評価され、第37回清流映画賞。 第16回ディレクターズカットアワード、第17回不山映画評論家協会賞、第25回カマヒ映画賞、第8回今年の映画賞、第11回アジアフィルムアワードなど、国内外の映画祭で多数の新人賞を受賞。作品自体も、第69回カンヌ、国際映画祭コンペティション部門にノミネートされ、第71回英国アカデミー賞。 最優秀外国語作品賞を受賞するなど、国際的に高い評価を得た。2017年12月には、チャン・ジュナン監督映画、1987、ある戦いの真実が公開。牧章明拷問致死事件から6月構想に、至るまでの韓国現代史を描いた、この作品に、キムは、唯一の架空の人物である、四世大学新入生の世に役で出演。 公開と同時にメディアや批評家からも好評を博し観客数動員数723万人を記録するヒットとなった。キム自身も第55回大金賞主演女優賞にノミネートされた。2018年 A トゥースサムプレイスヨーロッピアンペアリングイベントでのキムテリ。翌年の2018年2月には主演映画リトルホレスト春夏秋冬が公開。 日本の同名漫画を原作にしたイムスルレ、監督作品であり、都会での生活に疲れたヘウォンが人生を見つめ直す、ために故郷に戻り、四季を過ごすという内容である。キムは、主人公のヘウォン役を演じ、第39回清流映画賞、第54回百草芸術大賞、第24回春誌大賞映画祭、第27回カマヒ、映画賞の主演女優賞にノミネートされ、 第18回ディレクターズカットアワード、第13回大韓民国大学映画祭で主演女優賞を受賞した。その後、ヒットメーカーである脚本家、キム・ウンスクの新作ドラマ、ミスター・サンシャインのヒロインに抜擢。この作品は1900年代を背景にした義兵たちのヒューマンメロドラマであり、キムは朝鮮の精神的支柱である小屋の最後の血筋であるエシン役を演じた。 キムのテレビドラマ初主演作となった本作は2018年7月に放送開始。同年、第11回コリアドラマアワード、第6回アジア太平洋スターアワード、第2回ソウルアワードで新人賞、第55回百奏芸術大賞で最優秀演技賞にノミネートされ、第6回アジア太平洋スターアワードで新人賞を獲得した。また、 2018年の大韓民国大衆文化芸術賞では文化体育観光部長官表彰を受賞した。2019年、キムテリは日本の映画にキャスティングされた。チョソン・ヒ監督による韓国初の宇宙 SF 映画、スペース・スー・イーパーズでは主演のチャンセン長を演じる。自作はチェドン・フン監督の新作 SF 映画で一部と二部を同時撮影する予定となっている。 2021年2月、自身の公式インスタグラムを解説、短編、中編長編、ありがとうございます。